でもどうしても韓国料理の口になっとって、日曜日、まあ、お休み取っとって、まあ、その新人ちゃんの初配信もあるからね、まあ、それだけじゃないんだけど、韓国料理食べたいなみたいなことをね、松江ちゃんに言ったら、韓国料理食べに行こうよってなって、まあ、昨日はね韓国料理を食べに行っとったよね、松江ちゃんと。でもなんかカンジャンケジャンをまつりちゃんが食べたことないって言ってたから、カンジャンケジャンを食べさせたくて、でまあまつりちゃんが予約してくれたんだけど、でもなんかそこのカンジャンケジャン、まあ予約っていうか予約っていう予約はしてなくて、まあ見つけたみたいな店をね、見つけてくれたとこに行ったんだけど、なんかちゃんと予約しないとカンジャンケジャン出せないらしくて、もうその予約があった時点でつけるみたいな、醤油でつけていくっていうあれらしいから、まあ3回ぐらい頼んでみたいんよ。ちょっと完全ケジャン無理ですって言われたけど、まあ、ちょっとしつこいけど3回ぐらいどうしても食べたかったから、え、完全ケジャンって本当に無理ですかねみたいな絶対に食べれないですかねとか言って、もう完全ケジャンをどうしてもうちも食べたいし食べさせたくて、もうそれを楽しみに行ったから、完全ケジャン本当無理ですかねみたいな結局なんか完全セウかな、あのエビ食べたいよね、醤油漬けのエビは、なんかエビはなんかつけてるらしくて、エビはあったんだよ。エビ食べて、チヂミ食べて、ポッサム食べて、あと何食べたかな、何食べたっけな、あと、あ、でヤンニョムケジャンはあったんよ。だヤンニョムケジャンを食べたよね。なんかその醤油漬けじゃなくてヤンニョムケジャンだったらあるみたいな感じでヤンニョムケジャン食べたんだけど、なめちゃめちゃ辛くてちょこっとだけ残しちゃったんだけど、まあ、それ食べてみたいな。でなんか松井ちゃんがその時現金持ってないって言ったから、来た来た来たと思って、うち遊ぶためにお金下ろしてきとったから、なんかもう今回払おうと思って払ったんよ、現金で。うちがね初めて松井ちゃんにおごったんよ、ちゃんとしたご飯をね。おごったけど、なんか、え、もういいいいみたいな、あとお金返すからコンビニ寄ろうとか言って、コンビニ行って、まあお金下ろして、まあ、でうち全然あのお金いらんやったから、まあてかもうそんな、まあ払ったとか言ってドヤ顔したけど、まあ結局いつものまつりちゃんの旅に連れてってもらってるご飯屋さんと、まあはレベチだからさ、まあまあまあうちがまあ言ったら払える金額だからだったし、まあ別にまあいいよって言ってたんだけど、なんかね、あの歩いてる途中になんかカバンガサゴソしてんなとは思ったんだけど、まあ、普通気がついたらお金入ってたよね、カバンの中にまあ結果おごってないみたいになっちゃったんだけど、いつの間にかカバンの中にお金を忍ばせられてたよね、やりよる本当になんてやつだ、いや本当になんてやつだだよね、もうどう頑張っても無理なんね。まあ、ちょっと差し付くと思うけど、まあ、その韓国料理屋さんが有名なとこに行ったんだけど、まあ、韓国のコスメとかもいっぱいあるじゃんね、あそこって。だからなんかそのコスメとかも買ったりしとったんだけど、なんかその時にカバンからそのお金が出てきて、普通財布に入れとうじゃん、カバンの中にそのまま現金が入っとってパラパラって、でなんかしかもなんか全然うちが払った額より多いんよね。だからなんか、え、これ絶対カバン入れたやろって言ったけど、いや入れてないよみたいな、入れてないよとか言っとって、もうそこまでバカじゃないから、いや絶対入れたやんとか言って戻そうとしたんやけど、いやいや、わっちゃんのカバンの中から出てきたのにわっちゃんのお金でしかなくないみたいな、だって祭りの財布から出してないじゃん、今わっちゃんのカバンから出てきたんでしょみたいな、それをじゃあわっちゃんのものに決まっとるやん普通に考えてとか言って、なんかすごい熱弁されて、いやいやみたいな、あそうかってならないやろみたいな、うちそれでなんかまあ確かにとかなったら、うちいよいよほんと頭悪いからみたいな、さすがにわかるとか言ったけどなんかもう無理やり強制的にね、お金握りしめられて帰らせられましたね